壊するなよ。潜り込ませていた連中に反応はなしか。はあ、おそらくはもうすでに。大将、なぜこの黒煙に忍び込むのです？光足を避け、影を落とさぬは忍びの常道。決まってるだろう。ヤッコさんに気づいてもらうためさ。同盟の前にたっぷり思い知ってもらわなきゃならないからな。武田軍の恐ろしさ、おぞましさってやつを。さあ、話は終わりだ。行け。はっ。おお、マシラよ、同盟やよりと興じるか。蝕まれた虎を養う余裕などありはせぬ。疑いはごもっとも。ま、杞憂だと思うけどね。我は心配性でな。一つ遊んで試すとし。いいじゃない。さあ、ほいほい、あんたには見抜けるかな。この青白い月の下、猿がどこで笑うのか。眠れ三成、主の寝息を遮るには忍びない。客の相手は我がしよう。茶菓子もあるぞ。我は知りたい。腹からが誇るその器を、瓦葺きの試練、見事超えてみせ。いいぜ、忍びを試したことを後悔するんだな。この辺りは踏めば鳴り出すウグイス河原か。おお、おけきょとは聞けなんだか。野良の男よ。浮いた我からすればまっさらな道だよ。主にとっても同じとは思いもせなんで。見えるか忍びよ、この頭図の中の者たちが。お許しを隊長は。変死を破られ。月並みに言おう、騒げばこれの命はないぞ。好きにしなよ、俺様には関係ない。大丈夫。情など無縁か。さすがはマシラよな。仕方ないだろ、俺様の部下じゃないんだから。ち、見抜かれているか。いつに気づいた。どこで察した。自害せずに人質となる忍びなんていないさ。秘密を漏らさないための死にどころってやつだ。三成、この同志らは役立ちそうだぞ。負の先に置くか、ふふと笑うか。使われてもいい、こっちが使い返せばな。馬に虎に柱とくれば超獣ギガが真っ青よ。同盟金回されるだけの柱にあらず。面白い。どこまでも大将とは逆さまな匂いのお人だね。やれ、叩き起こされる兵が不憫とは思わん。給料いただいてるんなら仕方ないんじゃない。you
さん、いかんしょう、略必要ないだろ。もうない。失礼。ご苦労よ。主の末魔は記憶に残し。熱烈なご歓迎に預かりまして光栄だね。夜に我を訪ねるものも久しくてね。つい冗談だ。そう嫌そうな顔をするな。徳川への牽制、まずは主らにそれを願おう。援軍と情報、この二つの保証が確かな。良きだ国はつつがなくよ。さもありな。そろそろ教えてくれてもいいだろう。あの日武田に声をかけたその真意を。主に針先ほどの興味が湧いた。我は見たくなったのだ、主の不幸を。その白い身に巻きつけるズズダイの悪夢を。俺様の不幸、今も苦労してると思うけどね。主は主に仕えて笑み、冷たく忍んで笑み。さて、主の絶望はいずれ。あんたは5つの車を回すのが得意だね。が、本当のところは俺様にしかわからん。その条約を渡せ。さすれば主もな。あんた忍びみたいに跳ね回りたいんだ。考えただけでおっかないからお断りだね。主に敬意を表し、最後の試練をくれてやる。おーい三成、徳川の患者がここにあるぞ。なんだと、おのれ家康。次郎、我の庭へと逃げ込む。まあよかろう、愉快な種があるのに。救い主か通りすがりか、どっちでもいいな。あ小生をここから出しちゃくれんかね。やればできる子って言われてたんだよ。小生はこれでも人望があるんだぞ。小生を相手に選ぶとは見下げた志だ。
たまには自慢させてくれ。小生、落とし穴に落ちなかったことはないんだ。お前さんもお前さんだ。そうだろう。捕まえてみな。こいつを頭に食らうと大変だぞ。自分に当たった時は三途の川渡りかけたんだ。育児ってやつは大凶しかないんだ。吉とか小吉なんて迷信だ、迷信。この枷は小生の一部とは言いたくないね。鎖がこんがらがったら空気読めよ。この手で解くのはちょいと難儀なんだ。カンチキシャー、天下が欲しいぞ。ほいほい、さあやろうこりゃ。主が欲しれば仲間入り、しくじれば不幸行き。どちらにせよ我が笑うか。いや弱った。かげろうめ、秀吉様の城に後を残すな。家康、影帽子に襲わせるのが絆とやらか。いや、真正面から叩き潰すような絆だったね。影は苦手と嘘吹いた。あの困惑は戦いか。そんな思い出にケチつける気はないけどさ、一人の男のことしか考えられなくなった大将、そんな未来があんたなのかもな。まずは業務から謝めようとしたその老劣、貴様にも同じ通用を味合わせてやる。いや、それだけの男でもない。どの道も時間はない。悔やめ、死に飛び込んだのは貴様の方だ。ご大層な試練だとは思うけどさ、あんた自慢の大将を見せたかっただけだろ。さてさて、何のことや。主の話は難しい。暴れた。避けろ避けろ、配下の死を悔やめ家康。悪いけど、この一歩。許せ。本気で潜んだ俺様を見つけられるやつなんざこの世にはいない。情報も十分、土産にいただいてくよ。今宵の猿はあんただったのさ、大谷。数日後、武田と石田は正式な同盟を結んだ。求めたのは石田側からであったという。